ちは。イギリス在住会議通訳者、発音改善コンサルタントの平松理恵です。早速フォニックスシリーズを始めましょう。今回は E の音を取り上げます。 E という文字と音について。 E にはShort E と呼ばれる短い E の音と Long E と呼ばれる長い E の音があります。Short E の場合は E という音です。Egg、卵ですね。Egg の E の音です。もう一方の Long E の場合は B の E。Leaf の E、Key の E となります。Egg の E の音は、日本語の E の音よりも舌が下がっています。違う言い方をすると、口の中がもっと開いている、喉がもっと開いているという感じです。E、Egg、E ではなく E、Egg。えとえの音の違い、少し感じてもらえましたか？フラッシュカードのところで口をお見せしながら舌の位置も確認していただきますので、ここでは日本語のえの音とは違うんだということを覚えておいてください。そして long e の b の e、 leaf の e、 key の e ですが、綴りを見てください。E が2つ続いている場合と、E の後に A が来ている場合、それから E の後に Y が来ている場合、もっと言うと E の後に I が来ていたり、その順番が逆で I の後に E が来ていたり、といくつか同じ音に対してスペルが考えられるんです。ですが、ここではいろいろありつつも、音としては同じ E という音ということを覚えておいてください。では、フラッシュカードを使ってエクササイズをしてみましょう。音声をぜひオンにして一緒にやってみてください。Short E。日本語のえとは違い、舌をうんと下げます。えです。え、え、egg。え、え、elbow。え、え、empty。え、え、extra。え、え、elephant。long e。e。E, B, E, E, sleep, E, E, leaf, E, E, key, E, E, eraser. フォニックスの練習お疲れ様でした。フォニックスは発音改善のいろはのイということで、A から Z までしっかりとできたなら、本編の発音コースはいかがですか？そちらの方ではフォニックスよりも少し進んだ発音改善をご用意しています。もっともっと深めてみたいと思う方、ぜひぜひウェブサイトの方をご覧ください。概要欄に載せてあります。 See you next time. Please make sure you give me a thumbs up and subscribe, that really helps. Don't forget to grab your freebie to improve your L&R pronunciation. You can find the link in the description below. I'll see you in the next video. Bye!